はいどうも、イズログイズです。はい。で、今日は、ジモティチャレンジの最後で、はい。まあ一応、ジモティだけで0円でどこまで部屋を、の家具を集めれるのかっていうのを勝手にやってて、まあそれが完成しましたね。えー、まあ今は <laughs> 奥多摩のシェアハウスにいるんで、えー、それをですね、まあちょっと結果報告って感じで行ってきます。で、あと、もらったものに関しては、まあ一応、 ついでにもらっちゃったものですね、ここ。とりあえずこれも持ってってくれ、的な感じ。なんかジモティで、やっぱりその引っ越しの業者、今、特にコロナで、あの、大変らしいんだけど、まあ業者が来ないとかね、オフィス、なんだろう、学生一個人の引っ越しよりも、あの、単価の高いオフィスのあの、引っ越しの方に人と、人と車、特に正社員を避けたいからって言って結構来てくれなかったりするんだよね。まあ実際俺もそれは経験したけれども。 なので、まあ結構こういう大型の家具とかって処分できないからね、もらえるんだよね。で、まああと、もらったもの。まあ、新品未使用の消火器とかね、もらっちゃったけど、まあこれは後で無夫婦なことに使いますね。で、まああと、これもらったやつ。<laughs> これかなこれの、ウェブアナリスト検定の公式でキストった時じゃなくて、この、これだね。このラックと、はい、ではこの白い方の、 冷蔵庫と、まあ、あとはこの47リットルの冷蔵庫。まあ、これ、上の47リットルって、あのー、出力を最大にしておけば、意外とね、冷凍庫として使えたりするんで、まあ、一応、冷凍庫が手に入んなかったから、その代役でやってますね。はい。で、あとはこのパソコンの台ですね。まあ、本来だったらこう、椅子型が良かったんだけど、まあ在、 まあ、下に地べたに座るようなものしか手に入らなかったので、これにしました。まあ、理想は、あの、ベッド、ロフトベッドの下になんか折りたたみ式のテーブルがついてるやつだったんだけれど、まあ、それは手に入らないと。はい。で、まあ、こっち下ですね。下のこの棚もそうだし、で、このゲームスペース、まあ、ゲームサイトもまだ作れてないし、配信もで、動画すらまだね、作れてないんだけども、はい。まあ、一応本来はこれがこういう感じで載ってます。まあ、一応、 で、この棚ですね。この棚ももらったもの。で、このゲーミングモニターも実はもらったものですね。なんか、これ、電源入るかわかんないけど、もに、よかったら、みたいな感じでもらいました。で、これ、もらって、あ、これ、案の定、これ、通電しましたね。で、これ、スペックが GD245HQ の、あんまり今はね、Amazon でも取り扱いはしてないし、 あの、あんまりスペックのいいモニターではないっぽいね、今は。うん。なんでかっていうと、これ、ただのモニターであって、あの、光調節とかそういう、あとは、スピーカーがこのモニター自体ないから、裏側の AU、AUX だっけあの、音声のアウトプット端子にスピーカーかなんか繋ながないとダメなんよ。だからどうしよっかなーって感じですね。 まあ一応この茶色い箱かなあのー、アケコンの一番左側の茶色い箱あれにポータブルモニターを去年のみかんアルバイトの最中に買ってますねまあ多分移動が混むので移動しながらでもゲームしたいからっていうものを買いましたでもね移動しながらゲームは楽しくないからやっぱり落ち着きたいよねなんでまあ,あこれから家を買いにまあ内覧をしに行くつもりだったんだけどもあの空き家バンクは全部 あの断られましたね。緊急事態宣言が出ちゃったから、内乱の新規問い合わせも受付もダメみたいな感じで全部断られてます。で、あとはこっちのヒーター。<coughs> まあ、ヒーター、これももらいましたね。で、あとはこのタンスと、このトースターですね。で、まあ、あとは後ろには割れた液晶モニターたちですかね。まあ、あとはことパンツドレスプレッサーと、まあ、 電源コードがハードオフで見つけられなかった、通電するのかどうかわからない、このテレビを、ま、やっていきます。まあ、どうにか、こうにか、やっていくのと、まあ、あと、だいたい、ジオティの家具、0円で、ま、あこれだけ揃ったよ、という感じですね。あと、プレステ3とかも全然揃うんだよね。ジャンクですが、これもらってくださいっていう人いっぱいいるんで、で、意外とプレステ3の、あの、やつとか、あと、 液晶テレビとかのこの電源コードだよね。今こういうものがあるけど。で、この液晶テレビの電源コードって、これ実はこれプレステのあそこのアダプターに刺さるんよ。だから意外とこのテレビとかの電源コードを持っておくと、まあテレビゲーム関連のあのー、コードっていうかアダプターとかもあんまいらないかもしれないよね。で、あとは最後にこれ。まあ眩しいけど、この LED。これニトリのあれ発生のするやつなんだよね。これ12乗用だから超明るい。 からこれを全部タダで揃えられたっていうのはでかいね。まあ、あとはどうにかこうにかの荷物を整理して、まあ地元イチャレンジは一旦終わりかな。